Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung. It is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はうどん谷県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。今日は1月11日月曜日です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。保健当局は新型コロナと戦う県職員を支援しました。バンコク都内に野外病院設置を計画しています。政府はワクチンを追加購入すると発表しました。シーフードの安全性が確認されています。今日のニュース展望はタイの子どもの日についてお知らせします。それではまず初めのニュースです。保健当局は新型コロナと戦う県職員を支援しました。サーティット副保健大臣は COVID-19 新型コロナウイルスに感染した患者の治療に当たっている医療従事者を応援するため東部チャンタブリー県を訪れました。チャンタブリー県のチャンプラチャルアムチャイ野外病院で医療従事者と面会し、彼らのたゆまぬ努力に感謝の言葉を述べました。副保健大臣は県の公衆衛生当局によって設置された検問所も訪れています。2020年12月20日からこれまでに検問所では770人をチェックし、50人の感染者を病院へと搬送しています。一般市民の代表や民間部門のメンバーらとも面会し、県の新型コロナの状況について聞き取りを行い、予防対策におけるさまざまな問題について調査を行いました。政府は1月6日感染リスクの高い28都県の中でも際立って感染リスクが大きいとされているサムットサコン県、チョンブリー県、ライオン県、トラート県、チャンタブリー県の5県で人の出入りを制限するなど感染対策を強化することを決め、これらの県では検問所を設けて県外に出る人、県外から来る人をチェックし、必要性が非常に高い場合を除いて県境を越えての移動は禁止されています。ライオン県では昨日新たに7人の感染者が確認され、感染率が鈍化しています。ライオン県知事によりますと、12月20日からの累計感染者数は492人で、1人が重症となっています。副保健大臣との会議では、ライオン病院の医師によって、新型コロナに感染した母親の出産の様子が報告されました。生まれた男の子の赤ちゃんの感染は確認されず、健康だとしていますが、14日間は慎重に監視が続けられています。東部チョンブリー県のシラチャータイガーズーでは COVID-19 の状況が改善するまで閉園となっています。動物園事業開発マネージャーのラピファン氏によりますと、この決定は県への協力として決められたものであり、動物園のスタッフは通常通り動物の世話を続けています。
南部スラタニー県では11人の感染が確認された人気のシーフードレストランランプー2の検査が行われました。感染源とされている患者はレッドゾーンに指定されているサムットサコン県の家族と会った後、12月29日にこのレストランを訪れたとしていましたが、当局が監視カメラを確認したところ、この客が店を訪れたのは12月27日だったとしています。当局は国民の信頼を高めるためにレストランを消毒しました。地区保健局によりますと、バンクン郡で100人の外国人季節労働者を検査し、現在検査結果を待っているとしています。タイへの感染再拡大は外国人出稼ぎ労働者と違法賭博場が主な原因となっていることから、政府は出稼ぎ労働者の密入国や違法賭博場の会長に関与したものを厳しく処罰する方針を発表しています。次のニュースです。バンコク都内に野外病院設置を計画しています。新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、バンコク都庁はバンコクの全50地区のうち唯一湾に面しているバンクンティエンにある新設の高齢者専用医療機関であるバンクンティエンゲリアトリック病院の敷地内に感染者500人から600人を収容できる野外病院を開設する予定を明らかにしました。このほか都庁は感染者用の病床がさらに多く必要になることが考えられるため、バンクンティエンの施設とは別にさらに複数箇所に野外病院を開設し、感染者を合計1500人から1700人収容したい考えです。一方、バンコクのショッピングコンプレックス M クオーティエでは7日、入居している複数の店舗が新型コロナウイルスの感染者が来店していたとみられることから3日間臨時休業しました。 M クオーティエはすぐ近くに位置するショッピングコンプレックスエンポリアムの2号館として6年前にオープンした商業施設です。 M クオーティエは日本人や外国人が多く住むスクンビットエリアにあります。感染者が訪れた店舗の従業員は感染の検査を病院で受けています。次のニュースです。政府はワクチンを追加購入すると発表しました。アヌチャー政府報道官はイギリスアストラゼネカ社とオックスフォード大学が開発した新型コロナワクチンについて、タイ政府が3500万回分を追加購入することになったと明らかにしました。政府はすでにアストラゼネカ製ワクチンを2600万回分購入する契約を交わしており、また来月には医療従事者や重症化リスクの高い人々への接種のために中国に中国製のワクチン200万回分を発注する予定です。プライト首相は追加分のワクチンに関し、入手先について政府が安全で副作用がなく保健省食品医薬品局の基準に合致していることを確認する必要があると説明しました。プライト首相によりますと、最初に発注した200万回分の中国製のワクチンは2月から4月までの間に中国から届けられる予定だと述べています。保健省によりますと、国民の半数への接種を目標に5月にもワクチン6000万回分の無料接種が開始される予定です。次のニュースです。シーフードの安全性が確認されています。タイの水産業はエビ市場から COVID-19 新型コロナウイルス感染再拡大が起きていますが、積極的な対策と県との協力により冷凍シーフードはコロナウイルスに汚染されていないと、その安全性を保証すると発表しました。タイ商工会議所の副議長で水産業及び水産産業戦略委員会の委員長であるポート氏によりますと、新型コロナウイルスの感染レッドゾーンに指定されている地域の水産加工工場では外国人季節労働者への検査を行うなど厳格な予防措置を実施しており、県当局と協力し感染を食い止めようとしていると主張しています。消費者そして輸入業者の信頼を高めるために、彼らは昨年7月以降、商務省、保健省、農業協同組合省、内務省と協力し輸出製品の品質と安全性を確認する証明書を取得し、ビデオを制作し安全性をアピールしています。
生産者、漁業関係者、輸送業者、および市場などこれまでに56カ所が証明書を取得しています。水産局ウィチャン副局長によりますと、海洋生物から人への感染はないものの、新たな感染拡大を受け、水産加工関連のすべてのオペレーターは検査を増やし、定期的に機器を消毒するなど予防対策を強化しています。タイ冷凍食品協会でも、サムットサコン県の水産加工業に従事する労働者約2万人以上に検査を実施しているとして、安心してシーフードを購入してほしいと消費者に呼びかけています。先月、中部サムットサコン県の中央エビ卸売市場で働くミャンマー人出稼ぎ労働者の間で新型コロナウイルスの集団感染が起きたことから、消費者がエビを扱う市場などに悪い印象を抱き、これが養殖エビやシーフードの売れ行きに影響が出ています。商務省ではシーフードの安全性をアピールし、消費者は安心して購入し食べることができるとしています。次のニュースです。今日のニュース展望はタイの子どもの日についてお知らせします。タイでは毎年1月の第2土曜日が子どもの日とされており、9日子どもたちからプライト首相へ子どもの日を祝うカードが送られました。子どもたちはプライト首相に献身的に働く姿に感謝の言葉を送りました。当局は子どもの日に全国の子どもたちに贈り物を届けています。首相府では全国の子どもたちから送られたカードが展示されています。これらのカードは全国の小学生からプライト首相宛に送られたもので、首相の幸せと健康を祈り、首相としての職務を継続することを望んでいます。ニチャー副首相府大臣は9日、タイの伝統的な物語に登場するキャラクターハヌマーンが描かれた布製のフェイスマスクとトートバッグを子どもの日の贈り物として子どもたちに届ける式典を開きました。この式典には関連政府機関や民間企業、広報局、南部国境地域安全管理センターからも参加しました。すべての贈り物は政府庁舎周辺の農村地域、避難所、地方の村に住む子どもたちに届けられました。毎年子どもの日には政府庁舎で子どもたちへ贈り物が渡されるイベントが盛大に行われていますが、今年は COVID-19 新型コロナウイルスの感染拡大を受け縮小化され実施されました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.